あれ、まだガイ先生だべ。ああ、青葉もヤマトもまだ来てないぞ。高速で用意して俺はかれこれ1時間待ちぼうけだ。で、君はどうなんだ。もちろん準備できてるぜ。グッドだ。では早速始めるとしよう。おう。で、何を。ははは、出発前の手合わせに決まっているだろう。なんで。うん、愚問だな。いいか、考えてもみろ。俺たちが今から向かう場所はあの雲隠れ。武に優れ屈強な忍びが集まるあの地に向かう以上、いかなる事態に巻き込まれても対応できる力が必要だ。まさか雲隠れの忍びと一戦交えるかもしれねえってのか。可能性はゼロではないだろう。なるほど。じゃあ今からの手合わせというのは。うん、いかなる緊急事態にも対応しうる判断力、そして他里の忍びとの緊急戦闘を想定した手合わせだ。これは本腰入れなきゃならねえってばよ。いいか、俺のことは雲隠れの忍びと思え、そして襲いかかる猛攻をかいくぐるのだ。おっ、やってやる。素晴らしい気迫、俺も燃えてきたぞ。その熱き血潮に全力で応えよう。戦闘開始。この俺は雲隠れの忍び、バイトガイ。この熱い拳でお前など一発 KO だ。へん、この花隠れの忍びがどれほどすごいか教えてやるってばよ。どうした、このスーパー雲隠れの忍び、バイトガイには効かんぞ。クラング、やるな、雲隠れの忍びめ。しばらく手合わせしてなかったか、これほどとは。そろそろ雲隠れのハイパー攻撃を見せてやるぞ。ハイパー攻撃って、もうちょっとかっこいいことがないのかよ。おお、すさまじい気迫。これは雲隠れの忍びもびっくりだ。よし、そろそろとどめの一撃いくぜ。どんなに厚い壁も俺の真術でぶっ飛ばす。勝負あり。これで雲隠れ対策バッチリだな。サンキューな、激前先生。これが今のナルトの力か。成長したな。なかなかの戦いだったってばよ。なあ、ガイ先生。ん？ああ、そうだな。素晴らしいバトルだった。いかに力自慢の雲隠れであっても、今の俺たち相手では勝ち目はないだろう。へへ、雲隠れの忍びがいくら襲いかかってこようが、返り討ちにしてやるってばよ。
襲いかかるってそんなことが起こるわけないでしょ。何やらすっとんきょうな声がすると思ったら、本当にこの二人はもう。ちょうどいい時に来たな。こっちも今手合わせが終わったところだ。そうですか。それはなんというかご苦労様です。いつ俺のように強力な忍びが挑みかかってくるかわからんからな。注意するに越したことはない。はあ、ガイさんのようにアレな忍びが雲隠れにいるとは思えないけど。では全員揃ったことだし。うん、雷の国に向けて出発するとしよう。みんな行くぞ。おう。これからこのノリが続くのかな。まずは挨拶からだ、トビ。いや、今はマダラと名乗っているとか。ここがよくわかったな。スパイとして各国を渡り歩き、暁の一員であった僕の情報網をなめない方がいい。サソリのスパイの一員だったな、薬師カブト。お前は暁の裏切り者だ。これは。江戸転生。そう、二代目火影とオロチマル様しか使えなかった禁術。しかし僕で三人目、そして今はその二人をも超えている。でも安心してください、僕はここへ戦いに来たわけではない。何が目的だ。君と手を組みたい。手を組みたいだと？俺がお前と手を組んで何の得がある？近々戦争を起こすそうだね。その戦力を提供しようってことさ。ここにいるイタチ、サソリ、デイダラ、カクズ、そしてナガト、どれも強者揃いだ。それに僕の持っている駒はこれだけじゃない。見返りは？ウチハサスケ。何を企んでいる？別に何も。僕の興味は忍術の純粋な真理。その探求のためにはサスケ君が必要なだけ。生きた若くて繊細なウチハの人間が欲しい。断ると言ったら。これは。僕が何の手札もなく君に会いに来るとでも？そう、君は断れない。貴様、それをどこで手に入れた？いろいろとね。でも安心していいよ、これは誰にも喋ってない。お前がここまでの器になるとは思ってもみなかった。今お前と揉めてもこちらの戦力が低下するだけ。この木を狙ってここへ来るとは用意周到なやつね。ということは？いいだろう、手を組んでやる。ただしサスケを渡すのは戦争の後だ。物分かりのいい方だ。
さすが内葉マダラ、器が違う。生意気なやつだ。お前の持つ戦力を確認してから作戦を練り直す。ついてこい。以上の任務を暗部と連携を取り速やかにこなせ。はい。お疲れですね、師匠。戦争前だからな。やらなければならないことが山ほどある。はい。そういえばそろそろだな。え？そろそろナルトたちが雷の国に到着する頃だ。あ、そっか。あいつ大和隊長に迷惑かけてなければいいけど。これからの戦争はナルトを守る戦争だ。それをナルトに感づかれないよう大和たちには徹底管理してもらわなきゃ。ですね。ナルト、私も頑張る。だからあんたの方もしっかりね。ここが目的地か。大丈夫ですか、ガイさん。まさか船にこんなに弱いとは思ってなかったですよ。おのれ、この鋼の男、マイトガイが。連れの方は大丈夫なのか。ああ、はい、大丈夫です。どうかお気になさらないでください。出発前の威勢はどこへやら。それでこの島での宿場なんですが。それならばこの先にある。まあ少し進めばわかるだろう。わかりました。それでは我々もそちらに向かいます。ガイさんは体調が良くなるまで俺が見てるよ。ヤマトたちは先に行っててくれ。それが良さそうですね。ナルト、僕たちは宿場に向かうよ。おっ、ガイ先生、さっさと気合で復活するってばよ。お前たちは。あ、私は木の葉から来たヤマト。こちらに宿場があると聞いてきたのですが。ああ、話は聞いている。よく来たな。宿場ならこの先、そう遠くない場所にある。ありがとうございます。そっちが例の。はい、名前は渦巻ナルトだってばよ。よろしくな。元気のいい B さんといいコンビになりそうじゃないか。誰 B って。なんだ、同じ人中力なのに知らないのか。 B さんってのはな、雲隠れの中でも有名な。 B は俺様、誰が呼んだか。この俺を。サインは今度だ、チェケラッチョ。 B さん。よ。え、
この人がその B って人？ No、 俺の名前はキラー B、 キラリと輝くキラー B。 Oh yeah。 なんだってばよ、この力入れてダジャレ言う筋肉グロさん。この方が雲隠れのキラー B さんですか。まさか雲隠れにもいるとはね。ガイさんみたいなあれ系な人。雲隠れの英雄の中の英雄、八尾の美獣すら完璧にコントロールしたお前と同じ人中力だ。な、美獣をコントロール、このおっさんが？おっさんじゃない、キラー B さんだ。だったらさ、俺に修行つけてくれよ。修行だ？俺ってば、キュービの人中力だけど、まだキュービをコントロールできてねえ。だからキュービのコントロールの仕方を教えてくれ。嫌なこった。お前、今のお前には無理だぜ。絶対キュービに食われておしまい、絶命。なんでだよ。そんなのやってみなきゃ分かんねえだろ。お前は滝で黙って瞑想、修行の相手は俺様、面倒。な、待てこら。行っちゃいましたね。あの調子じゃ戻ってこないだろうな。くそ、なんで無理なんだよ。しかもわけわかんねえこと言いやがって。いや、そうでもないぞ。 B さんは一応ヒントを言ってくれてる。どういうことだよ。 B さんは滝で瞑想しろと言っていた。この島には瞑想すると己の闇と向き合うことのできる真実の滝という場所がある。真実の滝か。おそらくそれを指しているんだろう。行くんだろ。当然、さっさと瞑想して絶対に修行をつけてもらうってばよ。じゃあ僕も行こう。ここは未知の領域、何が起こるかわからないからね。どうやら木の葉の人中力もじっとしているのが苦手のようだな。すみません、後から来る木の葉の者たちをお願いします。了解した、そちらも気をつけてな。
滝だ。ここが真実の滝で間違いないだろうね。ここで瞑想すれば自分の闇とかなんとかっていうやつと向き合えんだろ。だね。本当かどうかは分からないが。おい、ナルト。大丈夫。ヤマト隊長はそこから見ててくれ。お前の真実は闇の中にある。よう。ね、誰だ、お前。俺っては影分身してねえぞ。俺はお前だ。お前の中の大切な憎しみ。お前の根底にある感情。お前の真実の姿。俺が本当のお前だ。俺が憎しみ？お前が俺の本当の姿だと？ふざけたこと言ってんじゃねえぞ！俺は俺だ！憎しみなんかが俺のわけがねえだろ！いくら否定しようと事実は変わらねえ。お前は俺だ。ただし、キュービにやたらと気に入られてる点はお前と違うがな。こいつ、じゃあてめえがいたから今までキュービが。そういうことだ。俺はお前自身だ。俺を追い出せはしねえぜ、偽物。偽物はてめえの方だろ。だったら力ずくで追い出してみるか。そんなことできやしねえけどな。上等だ。戦闘開始。俺と同じ姿ってことはお前の思ってる通りだ。術も技も全部同じだぜ。お前が俺のわけがねえ。どれだけ吠えようが事実は変わらねえぜ。お前は俺なんだ。頑張るじゃねえか、偽物。くそ、あいつってばなんで余裕なんだよ。お前がいくら張り切っても俺を消すことなんてできねえからだよ。こいつ意外としぶといってばよ。まだわかんねえのか。無駄なことはさっさとやめろ。俺はお前を認めねえ。背に追いつくまで俺は絶対止まらねえ。勝負あり。なんだよこれ、全然勝った気がしねえ。やるじゃないか。
さすがは俺だ。お前は絶対俺じゃねえ。別に否定するのは勝手だ。だがな、俺はお前の気持ちがよーく分かってるぜ。英雄だっけか、この頃の俺の呼び名は。里のやつら、突然手のひら返したように慣れ慣れしくしやがって。あいつらは勝手だ。これまでは九尾だなんだと俺を蔑んでたくせに。あいつらは信用できねえ。どうせいつか俺を裏切りやがる。だったら花から信用しない方がいい。どうだ、正解だろ。これがお前の気持ちだ。俺はそんなこと。里の奴らを信じるのはやめとけ。もう分かってんだろ、奴らの本質を。あいつらだって俺のことを心から信じてるわけじゃねえ。俺は、お前は俺、俺はお前だ。お前の心は分かってる。憎しみこそ本当の俺だ。うるせえ、うるせえ。認めちまいなよ。お前は俺だ。ナルト、どうした？何があった？俺と同じ奴が出てきた。そいつは闇の中の俺だった。闇？倒してもまた立ち上がってくる。しかも嫌なことばっか言ってくるんだ。精神的にも追い詰めてくるのか。厄介な相手だな。けどその闇の君をどうにかしなければ。ナルト、ちょっとあのグラサンおっさんと話してくれ。今君が言っても話を聞いてくれるとは限らないよ。それでもヒントくらいは教えてくれるかもしれねえ。しかし俺ちょっと言ってくるってばよ。焦ってるな、ナルトのやつ。忍び忍んで資金伸びた。ウィーイイイイ。今のはいい感じしてるぜ。いい感じ。B、 お前いつまでこんなことしてるつもりだ。つまんねえラップかます暇があるならあのガキを見てやってもよかったんじゃねえのか。俺もキュービは好かねえが、あのガキは見込みあるぜ。俺も昔はむちゃくちゃだったが、お前に会ってこうなったんだしよ。俺の話を聞いてんのか。おい、いい。悪いな、ハッツァ。俺に客人到来。話はここまで。オーライ。客？
こんなとこにいたのか。探したってばよ。手羽用のガキか。俺様に何の用だ。さっき真実の滝ってところでもう一人の俺に会った。でもあいつを倒すことができなくて、それでおっさんにヒントでも聞きに来たのか、この俺に。それでも残念、期待に添えない。なんでだよ。教えてくれてもいいだろ。俺ってば、キュービをコントロールしねえとサスケと戦うことができねえんだ。だから頼むってばよ。何度も言ってる、そりゃ無理だ。バカ野郎、この野郎。じゃあどうやったら教えてくれんだよ。おい B、 ヒントくらい教えてやってもいいだろう。あいつの目見てみろ。ありゃ何か覚悟している目だ。悪い目じゃねえぜ。んなこととっくに気づいて。いい。だがハッツァンは甘いぜ。しょうがねえ、ダダッコちゃんだぜ。大概こんなサービスありえない。大体ね、それじゃあその拳で俺に勝てたら考える。己を鼓舞し向かってこいよ、この俺に。おっさんに勝てば、そういうことだな。いや、お前の割に普通な条件だな。俺はてっきり歌の勝負でも持ちかけると思ったぜ。何にせよあいつの力量把握は必要。今後のために器量を確認。よし、全力でやってやる。戦闘開始。思い切り行くからな。オーレ、帰り討ちで帰りな討ち。戦ってみてどうだよ、キュービのガキは。これぐらいできて当然、できなかったら呆然。ま、そうだな。予想外の奮戦、手加減するのは予想外。何言ってんの、このクロサウス。存在な、ガキの割にはやるじゃねえか、そんな。聞いても聞いてないのか、よくわかんねえな。ここまでは想定内だ。どんなに厚い壁も俺の真術でぶっ飛ばす。勝負あり。俺の勝ちだ。やるじゃねえか。
これで教えてくれんだろ。タコ足？お前が戦ったのは擬態。俺には勝てない。絶対。気分上々、条件チャラチャラ。これにて退場、チャキャラッチョ。お前の中にある憎しみってのは誰にでもある血肉の一部だ。否定をするのは己の気ままだけど、それはただのわがまま。大切なのは己の信念、皆を信じる己の情念。人のことを考える前にやるべきことがあるはずだ。いえ、やるべきこと。結局ヒント与えてるじゃねえか。本当に甘いのはお前の方だろ、B。ラップ風にシャラップ。別に俺は甘くない、バカ野郎、この野郎。何照れてんだ。ま、とはいえ、あとはあのガキ次第だな。確かに俺ってば昔はみんなから冷たい目で見られてた。すげえ苦しかった。すげえ辛かった。それでもようやくみんなから認めてもらえて、里の奴ら突然手のひら返したように慣れ慣れしくしやがって。あいつらは勝手だ。これまではキュービだなんだと俺を蔑んでたくせに。俺は本当にみんなに信じてもらえてるのか。そんなこと考えたこともなかった。あいつらは信用できねえ。どうせいつか俺を裏切りやがる。信用できない、裏切る。あいつの言ってたことは、もしかしたら心のどこかで俺も。大切なのは己の信念、皆を信じる己の情念。でもタコのおっさんはああ言ってた。信じる心が大切だって。昔の俺ならその意味が分からなかったけど、今はイルカ先生やさくらちゃん、仲間たちが周りにいてくれる。仲間のみんなは俺のことを信じてくれてるって強く感じる。感じることができる。だったら、人のことを考える前にやるべきことがあるはずだ。いえ、そうだ。今の俺がやるべきことは、
ナルト、戻ってきていたのか。ちゃんとヒントは聞けたんだろうか。一応ヒントは教えてやった。あとはあいつ次第ってとこだ。え？キラー B さん。おっと、ここで騒ぐの堪忍。今は黙って観察。はあ。さてどうなる。よっ、懲りずにまた来たか。何度やっても同じだ。お前に俺は倒せねえ。だな。お前を無理やり倒そうとしてもうまくいかねえことは前のやり取りで分かってる。その通りだ。俺を追い出そうとしても無駄だ。お前のことは俺が一番よく理解している。ならもうお前だって分かってるだろ。さっき決めたことをさ。あ？俺はやっぱり里のみんなを信じようと思う。ふざけるな。お前が何を決めたか知らねえが、お前のことは俺だけが分かってやれる。里の奴らは俺たちをずっと騙してきた奴らだ。勝手な掟を作ってのけ者にしてきた。苦しかったよな、辛かったよな。お前を分かってやれんのは俺だけなんだぞ。里の奴らなんか信じるな。ああ、里の人たちも大事だけど、信じなきゃならないもんが他にある。自分を信じてみようと思うんだ。里のみんなに信頼されてる自分ってのを。自分を信じることができなければ里のみんなを信じることなんてできねえよな。だから俺がまずすべきことは自分を信じることだった。それが。やめろ！自分を信じるだ。ふざけんな。認めねえ。認めねえぞ。憎しみこそがお前の本質だ。闇こそ俺の真実だ。お前は俺だ。憎しみの俺こそが本物の渦巻きナルトだ。てめえは偽物だ。だったら力ずくで追い出してみるか。そんなことできやしねえけどな。てめえ。戦闘開始。俺の中から出て行け、偽物。それはできねえよ。俺はお前だって。お前が言ってただろ、仲間だ。なんでそんなものに信じる価値があるってのか。価値があるとかないとかそんなのは関係ねえよ。俺は仲間を信じる。ただそれだけだ。こいつ。決まった。まるで違う。自分のやるべきことが分かった。だからお前には負けねえ。なんでこいつが。くそ。今はお前に負ける気はしねえ。
俺もお前も偽物じゃねえよ。二人で俺なんだ。勝負あり。もうこれくらいでいいだろ。お前じゃ俺に勝てねえってばよ。どうだ、ちったすっとしたかよ、俺。どうしてだ、あんなに苦しまされてきたのに。お前は俺が邪魔なのか。だったら俺は一体何だったんだ。お前がいたから俺は強くなれた。おかげでここまで来られたのかも。なら俺はどうすればいい。なもん簡単だろ。お前は俺になりゃいい。お前も俺なんだから。今までありがとうな。もういいんだ。ナルト。ヤマト隊長、それにタコのおっさんもいたのか。その感じはうまくいったんだね。喜ぶのはまだ早いぜ、バカ野郎、この野郎と言いたいとこだが、まずはよくやった。よくぞ憎しみ克服。そんなお前とても幸福。え？これからキュービの力のコントロールをやってみるが、今から俺がお前の師匠。覚悟を決めろ、出ないと師匠。よっしゃ。いいよ、改めて挨拶だ。俺様のグーにグーを重ねろ。ビートかましながら。よう、俺はナルトだってばよ。たく、手ばよ、手ばよってよ。うるせえってばよ。you